綺麗だと思ってました。その綺麗な人にあんなもんやこんなもん見せられて、どうよ。どめきっつったか今の。あんだけお前に心酔してんじゃ相当だろうな。こんな闇医者まがいの仕事はごめんなんだよ。あの人がそうなんですか。あの人が頭の大事な人なんですか。質問ごっこも大概にしとけよ。寂しそうな笑みも、どうしてわからないんだろう。こんなに綺麗でこんなに一途な人がいるのに、どうして気づかないんだろう。どうして俺はこんなに腹が立って少し苦しいんだろう。このソレで泣き止んでしまえ。あいつが持ってくる面倒事もおかしな言動も結局全部許しちまう。あんまりあっち側にいるな、戻れなくなるぞ。そばにいたい、何でもする。だからずっと近くに。俺はお前にそこを触られたくねえ。俺のことは知ってるか。同心会参加、新生会若頭、ド M で変態、幹部の公衆便所。他には。笑ってるようでキレてるから気をつけろ。へえ。本当なんですね、跡目争い揉めてるって話。そろそろ腹決めとけよ。俺をがっかりさせるんじゃねえ。相変わらずだな、てめえの下半身はよ、メスが。俺はな、こう見えて欲のねえお前のことは大好きなんだぜ。ただやりてえだけで、めんどくせえの嫌いなんだろう。あいつは友達っつうか腐れんだ、高校からの。あんた何言ってんの。よくわかりません。頭は俺が今まで生きてきた中で会ったことも見たこともないような人ですから。たく、人のことペラ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 喋りやがって。そんなに俺のことが忘れられねえんならよ、いつでも来な。何千回思い知ったところで。鷹野さん、デレデレしすぎだろ。っていやいや、仕事だろ仕事。左手薬指って特別な意味あんの知ってる。吉野、起きてるか。結婚だよ、俺の結婚。お疲れ様です。不意打ちすぎてドキドキするというか。結婚式で泣くっつったらあんたの方だろ。横沢、世界一初恋プロポーズ編。こんにちは、イブニングファイル、国枝圭です。ほんとどいつもこいつもどんくせえわ。ニュース番組のオープニングで。お前不安な時、責任取ってしばらく手伝い。いつも通り。やだ、って大事ですね。いや、終わろうよ、終わりましょうよ。終わりって言ってんじゃん。知りたいからだよ、お前のことちゃんと分かりたいからだよ。綺麗な目だな。イエスかノーか半分か。
君がいた季節から一歩ずつ遠ざかる気がして、夜明けが来るのが怖かった。指は離れていく。どこにも行きたくなんかないのに。それでも、もうすぐ夜が明ける。映画、気分。